ネバネバ薬ネバビープロミス黒です。というわけで本日も始まりました約束のネバーランド考察チャンネルのお時間でございます。自分の中でもテンションが上がる考察っていうのがあるんですよね。今回いただいた情報は本当にドキッとした内容でございます。もったいぶらずにねすぐさま言っていこうと思います。というわけで本日も結論から申します。ネバーランドを逆から読むと隠されたメッセージが込められてる説。今回のこちらのお話はですねコメントをいただきましてたくまきよさんからいただいたコメントになります。考察班で出ていたらあれですが認識番号逆読みを考えてネバーランドを DNA、LR、イーブン、遺伝子、鬼と人間、平等、エマ、かっこまた重要人物が鬼と人間の血を持つハーフなのはあまりにも考えすぎですかね。このコメントいただいた時にゾッとしましたね。さらにその返信でですねいつもコメントいただく孫悟空さんが DNA は分かりますとでも LR がなぜ鬼と人間なのでしょうかみたいな返信をしておりましてそれに対してですね LR に関しましては物語上で対になるものを置いた時に考えられるのは鬼と人間イーブの意味としては水平一定規則正しい等しい同一などの意味があるので偶然といえど様々な見方ができるので一考察の範囲内と思っていただけたら幸いですっていうコメントをいただきました。たくまさんありがとうございます。いやこの考察はね本当にびっくりしました。パンドラの箱開けちゃったんじゃないかな。そもそもね約束のネバーランドっていうタイトルなんですけれども当初現代は約束がつかないネバーランドだけだったんですよね。それが最終的に約束のがついて約束のネバーランドになったっていうお話があるんですけれどもそもそもネバーランドっていうのはピーターパンに登場する国でこのネバーランドは親とはぐれた子供たちが年を取らなくなり移り住んだままの姿で過ごす世界そしてこの子供たちはロストボーイと呼ばれております。ここも約束のネバーランドとピーターパンに登場するネバーランド共通点がいくつかあるんですけれどもこれが表面上のモデル。このお話は約束のネバーランドを見てくださってる方の中ではもう知ってる方も多いと思うんですけれども認識番号であるマイナンバーは逆から読むっていうことを動画でお伝えさせていただきましてその同じような考え方でですね約束のネバーランドを英語表記にしたザ・プロミスド・ネバーランドこのネバーランドっていう文字を逆から読むとですね DNA、LR、イーブンっていう風に分けられるんですよね。でこの一つ一つの意味を見ていくとまあ面白いというかもうゾッとするレベル。これ見た時はビビったね本当に。 DNA まずこの DNA を見ていきましょう。 DNA ってお話と約束のネバーランドはクローンだったりいろんなまあ話にも結びついてくるとは思うんですけれどもこちらの DNA を詳しく見ていきますと DNA とはデオキシリボ核酸まあ、俗に言う遺伝子のことですね。先祖から駒越と伝わっていくものですね。おじいちゃんとか親とかから子供にこう継承されていくものっていうのが DNA になりましてこのデオキシリボ核酸っていうのの英語表記の頭文字を取ってって DNA っていう風に表現されるんですけれども DNA って結構描かれる時にこういう螺旋状の二重螺旋構造で描かれることが多いと思うんですけれども今考えてみると結構約束のネバーランドの描写の中にも螺旋的なこういう構造っていうのがちょこちょこ描かれたりもしておりまして螺旋階段の扉とかあったんですよね。ちょっとこじつけかもしれないですが今度3月4日に発売される約束のネバーランドの最新刊13巻のこちらの表紙もですね、まあ、よくよく見てみると螺旋階段のようになっていますよね。この DNA っていうのはそのまま受け継がせることが可能であり正確な DNA の複製を容易に行うことができる。なので今まで何回も唱えてきた子供たちのクローン説っていうのも少なからずつながってくる部分もあるんじゃないかなとこっから考えることもできますよね。そして DNA が親から子に伝わるときに変異が起こったりすることもあるそうです。こちらの変異が起こって新しい形質が孵化されることがあるそうです。
そしてその際に複製のミスによって薬剤耐性のような新たな形質を獲得し、それまで生息できなかった条件で生き残ることができるようになることもあるそうです。なのでムジカとソンジュが人を食べない理由っていうのも何かしらの過程で耐性がついたっていうふうにも考えられなくもない。 LR っていうとコメントではですね、ライトとレフトみたいな対になる関係っていうのを LR で表現しているんですけれども、この右側のライトっていう意味には正当な要求、権利っていう意味も含まれているそうです。そして左のレフト、こちらには急進的、社会主義的な立場っていう意味があるそうです。左と右、対なる関係性、人間と鬼を表現していても不思議ではない。イーブン、こちらのイーブンというワードには形容詞的な意味では水平、一定、規則正しい、平たい、凹凸のないみたいなちょっとフラットな意味合いが含まれておりまして、この説で面白いなと思う言い回し方としましては、釣り合いの取れた、対等の、互角の、そして平等にするっていう意味がイーブンにはあるそうです。鬼と人間どちらも平等、そんなメッセージがネバーランドには込められているのかもしれません。または鬼と人間は2つで、もともとは1つのような存在だったっていう考え方もできますよね。っていうよりは改めてすごすぎんこの説。果たしてこれは偶然なのでしょうか。もしね、白井先生がここまで考えて物語を作ってるとしたら、正真正銘の天才ですよね。もう一生ついていきたい。はい、というわけで本日の考察いかがでしたでしょうか。僕のチャンネルでは約束のネバーランドの考察動画のみを上げております。なので約束のネバーランドが好きな皆様はぜひね、他の動画も見てください。というわけで約束のネバーランドファンの皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。役ねば最高。では見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、 Twitter と Instagram もやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。ちょっと角度がやべ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 、 OK かな。ネバネバ役ネバ B プロミス黒です。今ちょっと早口で言ってるのには理由がありまして、本日鬼文字の動画について公開させていただいたんですけれども、ただいまですね10時11分になるんですけれども、ただいまの登録者数がですね、あーやばいやばい、また増えている、9995人になっていますね。ツイッターとかでもね告知したので、すごい皆さん登録してくださって本当にありがとうございます。なので今ちょっと急ぎでチャンネル登録者数のリアルタイムで推移が見れるやつ今ちょっと開いてるんですけども、その間にもう1万人なんか突破しそうでちょっと怖いです。なんで皆さんに1万人だったらスクショしてもらうようにちょっとお願いしてるんですけど、ワッツ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 、なんか開けない現象に陥ってる。なんで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 、なんか全然開けないんだけどこのサイト、やばい、96人、やばい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 。チャンネル登録者数がリアルタイムで表示できるやつがあるんですけども、それが今開こうとしても開かない現象にちょっと陥ってます。パソコンだと開けない、そんなわけない。あ、もう終わったねこれ、多分もう突破しちゃうもんね。あと3人、やばい、9997人です今。1万人に行く瞬間のね、リアルタイムのね、状況をいつも応援してくださってる視聴者の皆様と共有をしたかったんですけども、全然開きません。こんな感じでですね、なんかすごいエラーになってまして、できないんすよ。なんでこんな時に変なの持ってるんだろう。いやー、現在の時刻10時15分ですね。あ、行った。行ったー、行ってた。出たー、15000人、うわー超えました。1万人の瞬間は取れなかったんですけれども、開始してどんくらいだろうな、3ヶ月半ですね、ちょうど3ヶ月半でチャンネル登録者様1万人突破しました。僕美容師をしておりまして、ファーストチャンネルの方はですね、黒メガネ美容師と検索すれば出るんですけれども、2年と1ヶ月ぐらい前に開設しまして、そちらはもうすぐ1万2000人に行こうとしてるんですけれども、約束のネバーランドチャンネルの方はですね、もう3ヶ月半で1万人を突破することができました。
まさかこんなに早く1万人を突破するなんて思ってもいなくて、3ヶ月半でいろんなことが変わったなって感じます。本当にありがとうございます。僕的には大好きな約束のネバーランドについてこうやって動画を上げて、その上げたことに対して他の約束のネバーランドが大好きな皆様からたくさんのですね反応をいただけて、本当に幸せに動画投稿をしております。今年2019年は約ネバイヤーということで、約束のネバーランドの大ファンとして皆様と一緒により一層盛り上げていきますので、約束のネバーランドとそしてこの約ネバ考察チャンネルを一緒に盛り上げてくだされば幸いでございます。もっともっと約束のネバーランドが面白くなるような動画、皆様と共有していきたいなと思っておりますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。約ネバほんと最高。では